こんにちは。出口です。こんにちは。本山です。リサイズ編は、元と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げて、のんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。最近はだいぶ過ごしやすい。気温の時もあるような気がしてるんですけど、うん？そうっすね。なんか出口がでもあんま外出てないのかな？出てないですね。<laughs> 1>, <laughs> 1週間に1回ぐらいかな。<あの> <laughs> <laughs> まあ僕も別にそんな、ね、オフィスに行く以外で、まあ、そんな頻繁に出てることない、まあ、最近、特に東京はさコロナもだいぶ、ね、なんかまた感染者数がすごい増えてるから、うん、まあんまりこう僕も都内にこう行かないようにしてるところはあるんだけど、うん、まあでもとはいえちょっと僕見に行きたい展示があって<う>ちょっと週末またなんか見に行ったりとかしてたんですよ。うん 一応サブトピックスでさ今月のイベントって、うん、ね一応紹介してるけどなんかあれで紹介できないイベントってなんかいくつかあって、うん、そのなんだろう例えばすごい期間が短くて、うん、なんか今紹介してもなんかちょっとあれ難しいなみたいないけないなとかさ、うん、そういうのもあったりするからちょっと最近僕でもおすすめの展示会があるんで、うん、ちょっと軽く。 うん、紹介しようかなと思ったんですけど1、うん、一個目はあのこれ出口くんとも、えっと、実はまあ多分公開してないアフタートークで話したんですけど渋谷でやってたあの深地さんがやってたそのネイチャーコードドローウィングっていう、うん、カッティングプロッターっていうまあ何て言うんだろうな こうパスとかを渡すとそのパス通りにカッ,カットしてくれる、まあ、プロッターという機械があって、うん、でそれを使って、まあ、そこにカッターじゃなくてペンを入れて、まあ、そのペンで、まあ、そのカッタープロッターにつけたペンでドローイングするっていうような,、まあ、なんかそういう,こうなんてうんていううだろうねイラストというか,なんかアートを作っている人がいるんですけど、うん、そのイ橋さんがだから先月かな 先月ぐらいに確か渋谷でその展示会やってて、まあ、僕もそれ多分初日に見に行ったんですけど、うん、まあすごい良かったんですよね、うん、でまあそれはもう終わっちゃったんだけどなんか今度いろいろ要望があったのか京都でも巡回展をするっていうことで、えーうん、京都の岡崎にある蔦屋書店で8月19日だからもうすぐかな もうちょっとしたら来週かうんそれぐらいから9月5日までやるらしいんですねいやこれはぜひ京都にお住まいの方は行ってほしいなっていういやめっちゃ良さそうです、ね、いや僕も行きたかったんですけどねちょうどコロナになっちゃったから自分が <laughs> そうだよね <laughs> うんいやこれね本当面白くあの僕が行った時あ多分ずっと言ってたと思うんだけどそのなんかその実際にカッティングプロッターで書いてる様子みたいなのもずっとこう その展示中やってて、うん、でそれを見ててるのも面白かったし、うん、いやなんかあと作品にこう、まあ、専用のアプリがあるんだけどそれをかざすとなんかこう AR 的にちょっとねグラフィックが見れるっていうのがあって一緒にその冊子も売ってたんですよねその全部作った作品のまとめた冊子みたいなうん、うんで。それも僕も僕買ったんだけど なんかその冊子に、こう、その専用のアプリやっても、その AR 的になんか、グラフィックが見れるみたいなやつになってて、結構面白い。な結構人気らしくて、その冊子が。で、なんか、まあ実際、渋谷でやってた時も、なんか売り切れちゃったらしいんですけど、なんか今オンラインで買えるらしくて、<laughs> オンラインで買えるようにしましたみたいな感じで言ってる<ー>で、京都でもやるっていう話で、まあなんかもともと確か、京都の繊維大学だったっけな。 うん、工芸繊維大学っていうところ出身なのでまあ京都にもいろいろとね縁があるんだろうと思いますけどうん,うんいやこれは是非行ってもらいたいな京都に住んでる人は梶さんといえば僕も本山さんも買った NFT がいいですよね <laughs> <laughs> そうね NFT 作品をなんかこっそり売ってて僕も全然知らなかったんだけど、うん、なんかね ちょっと買わせていただきましたけどそうそうなんかコンセプトが NFT は NFT として買えるんだけどその NFT を使うとなんか物理の,あの物理版のその作品をクレームできるというか、うん、あの取得で買,買う権利になれるっていうまあなんかそれも実際にだからカッティングプロッターでこう出力してこう書いてもらったやつを 送ってくれるみたい、ね、そうだから NFT 版はまあデジタルので書かれたものだからそれがまあ同じこう図柄なんだけどこうアナログのそのカッティングプロッターを通すとまたちょっと味合いが味わいがこう変わるっていうようなコンセプトでだっけフィジカフィ,フィジカライフィジカライザブルっていうあれですね作品ですねうん。うん 思わず買いましたよね <laughs> あれいいよね、うん、僕もいいなと思っていやもっとねでもあの僕の好みのやつがあり他にもありそうな気がするんで作品数増やしてもらったらちょっと僕ももうちょっと。 なんか良さげなやつ買いたいなと思ってるんだけどちょっとあのその物理作品をあの買いたいって連絡したんですけど、うん、NFT 買ったから、うん、はい未だ返信がなくてちょっと今度えまだないの <laughs> また <laughs> <laughs> ちょっとまた今度ツイッターの方に DM しようかなってそうね思ってます、ね、もしかしたらあのなんかね迷惑メールに入っちゃってるとか、うん、なんか見,見えてない可能性もあるからねそうそう今今思い出した <laughs> <笑><笑>そうだこれを聞こうと思ってたんだ僕も、うん、あれどうなったのって <laughs> まだまだまだないっすう <laughs> <ー> <laughs> もう一個あと、うん、あのこれは今渋谷でやってる展示なんですけどちょうど今やってて多分この配信してる時もまだやってるかなえっ、ー、と一条ひかるさんっていうあの結構ね若手のイラストレーターさんがいるんですけど、うん 結構、まあ、特徴的な部分としては何て言うんだろうなこう、まあ、大体女の子が描かれることが多いんですけどイラストレートまあでもなんかこう2次元なんだけどこうトーン的なものが入ってたりとか何かこう,う若干こうデジタルっぽいんだけどアナログっぽい雰囲気というかなんかそういうのが描かれててあとなんかねすごい構図が。 ななんかか特徴的だってよく言われる構図がねすごいダイナミックな構図の、まあ、こう絵,な絵が多いんですよね。うんうん、だからなんか確かねナイキとかにもなんかこのイラストレーターさん一条さんねさんの絵が採用されてたりとかなんかいろいろそういう意味ではねなん,かなんかなんだっけなと顔,顔だったっけな、うんうん、とか、うん、結構いろいろとなんか若手なんだけどそういうふうにいろん,んななんかこう 企業さんとコラボしてやってる、活躍してる方なんですけど、その人が今、ちょうど渋谷で展示会をやってましてね。うん、で、なんか、僕もずっとツイッターでフォローしてて、なんか最近、こう、絵だけじゃなくて、なんかやたら陶芸焼いてるな、みたいなふうに思ってたら、なんか陶芸の作品もその展示会で飾られてて<ー>で、それもなんかね、結構面白くて、面白い陶芸、なんか特徴的なっていうかね、なんかこう、 グラデーションでもなんかちょっとザラザラとした雰囲気のグラデーションだったりとか、まあ、あと、よく絵のモチーフになってる女の子のなんかモチーフのこう置物みたいなもの、陶器の、うん、置物とか、なんか花瓶みたいなものが展示してあったんですけど、うん、でこれはね、良かった、これもね、すごい良かったんで、ぜひ行ってみるといいんじゃないかなと思っていて、これはなんか確か渋谷のスタックスブックストアっていう、渋谷からちょっと北西の方に歩いた方にあるところかな。うん うん、でやっていて、えっ、ー、と、14日か、うん、日かな、15日だったかな、なんかそれくらいまで確かやっているはずなので、うん。多分配信してる頃でも、まだちょっと見に行けるんじゃないかなと思うんで、これもぜひ行ってみてもらったらいいですね。いいですね。なんか、今見てたんですけど、確かになんか構図が、なんか、あれですねこ、広角レンズで撮ったみたいな。<laughs> うん、なんかね、こうダイナミックな感じの構図になってるよね、すごい。うん、こう遠近を、平面だけど遠近を感じるようなこう構図というかね。うん、そうそう。なんかそれですごいスポーティーな感じもあって、やっぱナイキと相性がいいんだろうなみたいな感じもするし。うん、確かミスドとかも確かコラボしてたっけな。うん、なんかパルコとかなんかいろいろ。そうそうそう。結構ね、いろいろやってるんですよね。うん、まあ本とかもね、よくなんか、挿絵に。 使っっててもらってたりとかするしいいす、ね、でこの展示会もぜひおすすめなんで、ちょっん、ね、と行ってもらえる。でもなんか、この一助さんのインタビューとか見てたんですけど、これ実際にやってるのは、基本的には PC で作業してるっていうふうに言ってて、で PC にやるんだけど、なんかいい感じの、こう、なんていうの こうザラザラ感とか、まあ、トーン感みたいなものを、なんかこう、うまく重ね合わせて、なんかこう、作ってるみたいな、なんか実際のだから素材自体は確かスクリシルクスクリーンとかそういうところの素材から引っ張ってきて、それをまデジタル化して、なんかこう、うまく組み合わせてやってるみたいなことを書いていたかな。うん,う,んうん。でもなんか、その展示会には絵とかももちろん飾って、家というか、イラストですよね。イラストの なんか、学装されたやつとかも飾ってあるんですけど、うん、なんかそういうのとかは、割とまた逆にこう、またこう、シルスクスクリーンでやってみたりとか、うん、なんかそういうアナログ感がうまく出るような感じで、アウトプットしてるとかって言ってましたね。うん,うん、いい感じですね、はい。まあでも、残念ながら全部作品は売れちゃったらしいです、もう2日間で。あそうなんだ。<笑><笑>いや、人気な、絵はなんかもう1日目で売れたみたいななんかつぶやいてたような気がするな。えーすごい うん、僕もなんかちょっとええ、いいのがあったら買おうかなと思ってたんだけど、もう売れちゃってましたね。うんとりあえず、インスタフォローしました。まあ、2人とも非常に若手なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕、僕が若手だっていうのもなんかおこがましいかもしれないですけど、うんまあでも、すごいね、活躍されてて、今後も期待できそうだなっていうふうに思ってるんで、気軽に行っ,て行ってみるのもいいんじゃないかなと。 ちょっと今日めっちゃカジュアルなやつやってもいいですか、うん、買ってよかったもの2022上半期っていうんかいや最近なんかまあ上,上半期っつってももう8月なんだけど、うんうん、なんか最近 YouTuber の人がよくやってんなと思ってちょっとあそうなんだ、うん、いやなんかわかんない僕の観測範囲でやってる人が多いなと思ったんで、うん、ちょっとやろ,やろうかなっていうのと あとなんか結構引っ越しもしたんでなんか引っ越ししたのとなんかいろんなものが壊れるっていうちょっと不運が <laughs> 重なったのもありなんか結構上半期いろいろこうガジェットとか家電とか買ってたんでまあなんかその中からこうこれは良かったなみたいなやつをちょっと紹介するっていうカジュアルな会をやろうかなという感じですね、うん。 で、まあ一応、あれですね、その、あの、特殊なものは覗くっていうことにしてます。特殊っていうのは、サウナとか <laughs>。あまあ、まあ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 。そういうやつ。それはね。そうそうそう。はいはい、うん。はい。ということで、とりあえず、ベスト10がを用意してきたんですけど、うん、第10位からいくと、はい、えー、キントのプラントポット。キントって確かタクラムがなんかやってるやつでしたっけ違ったっけうん いや、それは違うやつか。また違うやつでしたっけ多分、うん、違う、違う、日本のメーカーですね。それとはまた違うやつか。そうだと思うが。あれ、金とじゃないか、タクラムがやってるやつは。なんだっけ金、多分ね、酢みたいなやつでしたっけまあ、それもあるんだけど、多分、モチャバさんが言ったのはまた別な話なんかいろいろあるよね、そういうタクラムがやってる。金スは、多分またちょっと違う。 スキンケア系のやつだスは多分、うん、あの、いなん、なんかわかんないけど、最近系の、金、金って意味だと思う。なんか、でもそれとも別になんか、陶器のやつもなんかやってるよね、確かタックラムって。やってる、やってた、やってた、やってた、全部なんかいろいろ混ざってる気がするけど、そのあ、でもなんか、それと近しいじゃゃ近しい。多分タックラム、あ、日光ですね。日光っていう石川の陶磁器メーカーとてってたのかな。その、プランターを、テーブルプランターみたいな。 で僕が言ってたあげた金糖ってやつは滋賀県のもともとメーカーでーそうそうそうまあでも今,今結構中目とかにもショップがあったりとか、えー、結構有名だとになってきたんですけどそう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 金糖自体は別にあのなんていうの食器とかあのそういう食器類ですねいろいろ出してるんですけど でどれもなんか結構デザイン的にもいい感じだし、まあ、あと価格も結構こう手が届きやすいものなんで、うん、僕食器とかも結構いっぱい持ってるんですけどでそこの中でそのプラントポットというか、まあうん、植木鉢が金等も取り扱っててでそれも結構いい感じなんですよね、うん、でデザインもいい感じだし、まあ、値段もなんかそうなんかし結構なんか僕観葉植物好きで。うん いろいろ育ててるんですけど結構観葉植物って罠があって本体よりもそのポットの方が高いっていうことが結構多いんですよあそうなのでなそういやなんか安いプラスチックのポットはあるんですけど、うんそ,ね、あそれだとんだろうなんか家の中置くとちょっとなんかまああんまりこうなんか見た目的にいけてないからか、うん、なんかまあ大体こうプラスチックのポットを覆うためのなんかこう化粧鉢というかがあるんですよ でそれが結構高いんですよね 1>, 1万2万とかするんですよでさらに植物って大きくなると植え替えをするんですよね、うん、だからだん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 こうちょっと大きいちょっと一回り大きいサイズのこう鉢に植え替えてあげたいんですけど、うん、植え替えるとそれも買い替えるってなると、まあ、結構値段がしてうんみたいなことが <laughs> あるんですよね結構観葉植物好きだと悩みなんですけどそれが <laughs> まあ大きくなるとねまた高くなるしね そうそうそう,そうでまあ金糖結構値段も届きやすいしなんかねあのハンギングっていう天井から吊るすタイプのポットとかもあったりとかでいいんですよねで金糖があとなんかモリスっていうあの植物もセットになったブランドみたいなのをやってて、うん、でなんかサボテンとその金糖の陶器のブランドポットがセットになって売ってるとか。 でさらになんかサ,サボテンのためのなんていうの化粧砂っていう何、はい、ていうのかな白い,はい、はい、白っぽい砂とかそういうのも売ってたりとかして <laughs> なんかサボテンとかって大体こうなんだろうまあ土に植えるパターンもあればちょっとなんかあヤシの実とかのなんだろうでできたようなこう寄せ植え用のこう土じゃない土みたいなのがあったりするんですけどうん。うん まあそういうので植えた上でその砂をかけるとまあいい感じの見た目になるっていうやつとかもセットで売ってたりとかしてうん結構金刀金刀は好きですねでなんかそのモリスってやつはなんかサボテンもいろんな種類があってまあ僕サボテンは金刀では買ったことないんだけどまあ大体僕メルカリで買ったりしてるんだけどうんか見てるだけで結構楽しくて中目の 中目のその均等の店が前の家のすぐ近くだったんでたまに行ってたんですけどここは見るだけでも結構楽しいっすね植,植物次の人はっていうのが第10位っていう感じでサクサク行 <laughs> くんですけど、はい、<laughs> 次が第9位がえー アンカーのマグネティックワイヤレスチャージャーってやつですね。マグゴーシリーズってやつがあるんですけど。はい、まあ、まあ、アンカーのまあ充電器なんですけど、まあ、あのマ,グセーんマグセーフリンだけ、うん、マグセーフにの iPhone のマグネットのやつに対応したシリーズのマグゴーってやつがあって。で、なんかこれ結構なんか、まあ、いくつか種類があるんですけど、 あのなんかどれもなんか結構工夫されててなんかマグネットになるんだけどスタンドにもなりますみたいなやつとかで僕が買ったのはこのハンカー623っていう商品名なのかななんか缶みたいな見た目なんですけど、うん、でそれで缶の蓋みたいのをちょっと立ち上げるとそこがマグネットになってて。 あマグセーフになっっててくっつけられるんですよね、うん、でその缶を開けたところの、まあ、元のなんていうのその天,天井の部分みたいなところも充電器になってて、うん、そこで AirPods とか充電できるんですよああ 2>, 2台同時できるんだなんかなんかそうそう iPhone と AirPods を同時に充電できるみたいなあいいねそれいいねそうそうでまあよ,なんかよくまあそういう 2-in-1 みたいなやつあるんだけど、うん ななんかこう、なんていうのかな無駄がないというか缶みたいなやつをピって上げたところで2台充電できてその上げた缶の,あの天井をあの45度ぐらいこう上げられるんですけどそうするとまあこう充電しながら iPhone も見やすいみたいな感じになってて、うんうん、これ結構机の上で使うとかするときには便利ですね。

あの水色とか紫とか結構かわいらしい感じなので良さそう確かにいいですよこれはなんかこのシリーズ結構もう一個なんか僕も持ってはないんだけどいいなと思ってたのがモバイルバッテリーのバージョンもあってモバイルバッテリーでなんかあのまあそのモバイルバッテリー本体とどうしてもこう あのケーブルが必要にな,るなったりするじゃないですか。うんうん、でケーブルが長いとちょっとうっとしかったりするけど、なんかこれ結構あの、まあ、マグセーフなんで、うん、モバイルバッテリーなんだけど、うん、iPhone にくっつけるだけで、まあ、充電できて持ち歩けて、<ー>かつなんかこれもスタンドがついてて、これもこうなんかまあ動画とか見るときにこうテーブルの上で立て,立てながら充電できて、かつ見やすいみたいな。確かになこれ系のなんか、ね、モババイルバッテリーって あるけど、うん、僕全然買ってなかったなそういえば、うん、確かに便利まあ便利っちゃ便利だよなこれそうそうやっぱケーブルいらないもんなそうそう結構ケーブルが鬱陶しくて、まあえて0.5センチ0 5, 5メートルみたいなやつとか使ったりするけどうんだ、うん、から僕あれなんだよな PC もいける超でかいバッテリーをボンって カバンに入れててるかから使ってましたね,使ましたね外で仕事するときとかに使えるようにね <laughs>、うん、なんかそういうのつなんか入れてるからあんまりなんかもう納、うん、死してそれ以上別にもうモバイルバッテリーを考えてなかったけどまあでも言ってもやっぱりこうさ PC 充電するときもあるけどなあやっぱり出かけてて iPhone とか充電することの方がまあ多いっちゃ多いんでなんかそのときやっぱりケーブルがなうっとうしいなみたいななること多いんだよな。うん そう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 なんかねハンカーのこのマグゴーシリーズはどれもなんか結構工夫されてていい感じなんですよねなるほどね次第8位なんですけど筋膜剥がし癌、筋膜,がし筋膜リリース癌。ンか何何何何え知ってます筋膜リリースって知らないですなんかまあそういうなん,かなんていうのかなマッサージの なんか施術方法みたいのがあるんですよ。うん、筋膜リリースっていう。うん、まあなんかこうなんだろうな肩こりとかまあそういう時ってこう筋肉が張ってたりとかするんですよね。うん、でそれをなんかリリースリリースするためのものがまあ、いくつか。 道具があって例えばなんかローラーなんか見たことないですかあの筒みたいなやつでコリコロコロコロするみたいな <laughs> あんまり僕あんま興味ないから見たことないかもしれない <laughs> <laughs> そうそう,そうなんかはやってるんですよねこれなんかへえー、あそうなんだそうなんか筒みたいなやつ使ってコロコロして筋膜剥がしするとかなんかまあいくつかなんかボールみたいテニスボールみたいなやつ使うとかまあいくつかいろいろあるんですけど、うん、なんかその中でこう筋そのリリース 筋膜リリースガンっていうのかな、まあ、なんか一番こうガジェット的なアイテムが、まあ、マッサージガンってやつがあってんなんかスポーツ選手とかがなんかそれを使って、まあ、サッカー選手とかがこうあのサッカーした後にこうリフレッシュリフレッシュというかリリースするのに使うっていう,うんなんかマッサージガンってやつでそんなでもあなんか凝ってる部分に出口くんそんなでもスポーツしないでしょ いやスポーツしないから、うん、こう筋肉が張るんですよどういうこと <laughs> ど,うどういうこといやなんか肩とか首とかがすごい怒るんですよね、うん、昔からああ<ー>ん,んかまあストレートネックだとだからだと思うんですけどな,なりませんもてさん <laughs> 僕はそんなならないねあそう、うん,ん珍しいですね<構>いやまあ あ,まあ、あるよそう、長時間なんかすごいやってたら、こうーってなったりすることあるけど、まあなんか、こう、ってこう背伸びするとかさ、うん、なんか、こうあるじゃんなんか、ストレッチ的な、肩甲骨をこうほぐすみたいな、そういうことはす,、うん、するけどそれ、それをやってくれるのが、この筋膜リリースガンってやつですか。あ自分ではどうにもならないレベルまでちょっと僕は悪化しちゃってるんで、これを使うと、そうそうそう。 えー、結構多分この職業の人ストレートネックの人とか多いのかなってほんまに結構周りでも結構何な,んな,んなの,そのストレートネックってやつ首首がストレートになっ首って本来ちょっと湾曲してるんですよ、うん、でそれがなんかスマホと見たりし続けたりこうノートパソコンを使い続けたりすると首の形がこうなんだろうなその正面じゃなくてちょっと下向いたりするじゃないですか ノートパソコンととかスマホそうするとその湾曲がだん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 ストレートになってくるあ<ー>なって首がめっちゃ凝っちゃうっていうのがストレートネックああこれあそういうことなんだ <laughs> なってんじゃないですか田山さん <laughs> いやこれね僕でも結構意識してるかもしんない <laughs> こうならないようにそうそうなんか僕もずっとなんかノートパソコンじゃなくてなるべくモニターアームで外部ディスプレイ持ち上げて視線を なるべく前にこう下じゃなくて前にこうなるようにするとかいろいろ気をつけてはいたんだけどやっぱなっちゃうんですよね。いやなんか結構そのなんか作業してるときにまあ集中してるとどうしてもさなんかこう前かがみになっ,っちゃうじゃないですか。なるなるなる。なんかそれを、うん、あなんかちょっと今前かがみになってるなってなんか気づいたときになんかこう何、うん、て言う胸張るような感じ姿勢にしてこう,うん,、うん、なんかまたこう正してやるとかって結構意識してやってるかもしれない。うん それ多分大事ですよ。なんか胸を開くってのが結構大事らしくて。うん、だからエンジニアで結構セパレートタイプのキーボードを使う人いるじゃないですか。うん。あれはなんか胸を開く効果があるから結構。あ,あ、そうなそうそう肩こりとかストレートネックに効くらしいです、えー、うん。一番良くないのがノートパソコン。で、その姿勢も下がるし、うん、キーボード小さいからこう胸もこうキュッてなっちゃうし。うん。で、まあ僕、 結構昔からストレートネックなんでいろいろ対策はしてたんだけど <laughs> やっぱちょっとどうにもならなくなってきてこれを買いましたねで結構なんかこのこう筋膜リリースガンの時まあスポーツ選手とか使うものだったからもともとだから結構なんかこうなんか大げさなこう派手なものが多いんですけど、まあ、これは結構なんか小型で使いやすくて、うん、USB-C で充電できて結構おすすめです <laughs> あーまさかこんなものが出てくるとは思わなかったな,なそう結構ね流行ってますよストレートネック界隈では流行ってますよ <laughs> 金幕リリース <laughs> なんか僕僕はもうもちろんなんか無縁な感じだけど<ー>これが出口くんから出てくるとは思わなかったな,ないや無縁なのは幸せですねそれは <laughs> 1> 月一回、こう、マッサージしに行ってますからね。首が張りすぎて。ええー、そうなんだ。うん。それはだいぶ、なんか、あれだね。ひどそうだね、なんか。そうなんですよ。それ聞くと。<laughs> そうなんですよ。さすがになんか、それはな、僕、その、マッサージした方がいいなと考えたことないもんな、やっぱり。うん。それは幸せですよ。<laughs> うん、やっぱ体が資本だね。おや、本当に、ね。何するにしても。 うんまあもともとね、運動してないとか根本原因ではあるとは思うんですけど。うん。そうそう。やっぱ鍛えないと。うん。まあね、そうなんですよね。まあ、結構、ストレートネックにお悩みの方はおすすめですね。<laughs> 次第、第7位は、まあ、ガラッとかあるんですけど、うん、あの、 額縁ですね。ムーベっていうブランドの額縁。絵の額縁ですね、うんそうで。なんかこれもさっきの,あのプラントポットと近いんですけど結構額縁も結構なんかあんま程よいものがあんまないと思っなんか僕はなんかあんまり見つけられてなくてこれまで,、うんうん、で。結構絵とか最近なんか あそ,うそ,うそれこそ NFT きっかけでアーティストを知ってあなんかその人の物理,物理の絵も欲しいなと思って買うっていうのが2回ぐらいあったんですよね深地さんで3人目ぐらいかな、うん、でなんかその時にフレーム欲しいなって思うんですけどなんか結構安っぽいものだと結構ゴツゴツアルミの質感がすげえちっち,ちゃちけど軽くて 安くてつけやすいみたいなものか、うん、<laughs> すげえ見た目いいんだけどごつくて結構重くて耐価重的に壁にかけて大丈夫かなみたいなやつか <laughs> みたいななんか結構その2択だったりなん2つ2曲だったりしてなんかいいのないなーって思ってたんですけど、うん、このムーベっていうなんかまあデンマークのなんかデザインスタジオが作ってるやつなのかなっていうやつはなんか結構あのフレームをゴムでこう四方に。 こうし縛っているというか、ゴムでこうフレームを固定しているだけのやつで、そのゴムをちょっと引っ張って画の画うとかにかけるっていうやつなんですけど、あその木枠の部分が四隅、四箇所あって、四辺か、それを、その四辺をまだ釘とか接着でくっつけてるんじゃなくて、そのなんか輪ゴムでこうパシャッとこう枠を止めてるみたいな、そういう感じのやつなんだね。そそうそうそう,そう,そう,うん これも結構そう、作りがシンプルだし、まあ、見た目もシンプルだし、あとなんかアルミとオークとか、結構素材感もあのチャッチくないし、結構おすすめですね、これも。うーん、まあね、うん、まあ、額はね、あんまりいいのないよね、大体基本的に。なんか、ちゃんとやろうと思ったら、普通に額装してくれるところに頼むっていうのが多分一番良、うん、いって感じになっちゃうんで。 なんかあんまりこういい程よいのがないんですよねうん、うん、でなんか僕額縁ちょっとなんかこう縁が余らせる感じが割と好きだったりするし、うん、なんかその方が中身を変えた時にも汎用性があっていいなみたいななんかあんまりぴったりぴったりさず買うよりもね、うん、っていうので結構こう透明のこうあのなんていうの アクリル板というか抜けあの、表から裏面が抜けてるような額縁が結構好きなんですけど、まあ、これはそういう感じなんで、うーん結構好みにも合ってていいなっていうのを見つけやっと見つけたなっていう感じのものですね。アクリル板なんだね。うん、なんか、僕もなんかちょっと最近、額、まあ、が欲しいというか、ちょっと作ろうかなと思った時がちょっとあって。 なんかそれでいろいろ調べてたんですけど、えー、最近はこう、うん、UV カット系のやつが入ったやつもあるんでなんか、ね、そういうのにするとまたいいと思うんだよねどうしても色あせなんか日光に当たって色あせちゃったりとか,かそういうのあるんでそういうのが使えるとまたいいんだろうなと思いますけどねうんうん、うん、ガラスとかもいいんですけど結構重いんで、うんそうね、壁の耐火獣的に大丈夫かなって思った、まあ、だ大丈夫だと思いますけどね <laughs> あの 壁ちゃんとやればね、うん、全然大丈夫だと思うけどまあのの壁というかその釘とか打てれば大丈夫ですけどうんいや打てるでしょうねうとかだとね出口くんは打てるじゃんい,いやうちはねうちは <laughs> いやでも打てない壁もあるんで <laughs> あまあね石膏とかだとね細かいこと言うと,とむ厳しいとこあるからねそうそうそう,そう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 打てるようにしとかなうとうそなんでそううん。 あそうだ、楽で言うとそういえば本山さんに前教えてもらった、うん、あのリビルディングセンターの楽も買いましてあ,あそうなんだえそうそうそういいのあった <laughs> 気に入ってますこれも <laughs> うんリビルディングセンターはねなんかあのセンスいいからな東君があれですね古材フレームっていうもともとリビルディングセンターが家具のレスキューをねやってるんですよねなんか捨てられた家具とかこう 捨てられた家とかの家具をレスキューしてきてそれをリサイクルしてるっていうところなんですけど、ね、まあそれをこうあの額縁にしたっていうシリーズがあってうん、うん、これも買いました <laughs> 多分なんかたとこう例えば障子ね貼ってるその木枠だとか多分そういうのとかをうまく加工したりとか。 まあ、普通に家具だけじゃなくて家全体床板だとかなんかそういうの全部こうレスキューしてなんかリサイクルして売るとかリユースできるように売るみたいなことやってるんで、うん、なんかいろいろ加工もやっててね最近なんかいろいろリフォームまたしたりとかなんかやってるみたいですけどねそうそうそうそれこそなんかガラスその額のガラスもガラスなんですけど、うんうん、そのガラスもただのガラスじゃなくてそのレスキューしてきたガラスなんですよねだからちょっと こううななんていうのかなあのレトロな家のガラスとかでちょっとこう図柄が入ったようなガラスあるじゃないですかそういうのが使われてたりとかして基本一点物なんであの、うん、なんかこういいっすね所有感が高まってリビルリングセンターは本当センスがいいんでね、うん いろいろと見てみると面白いと思いますけどね、見てるだけでも。うん、はい。じゃあ次が、第6位が、IKEA の遮光ローラーの電動ブラインドですね、うんあ。車高のローラーブラインド、電動式の。うん、でこれそう、僕、部屋を、部屋のこうカーテンなり、 ななんりを電動でまあもともとカーテンを使ってたの前の家とかだとカーテン使ってたんであのやばい名前で忘れちゃったあのモーニンかモーニンっていうあのカーテンのレールに後付けしてなんかモーター式でなんか右左に動くあのデバイスがあってまあそれでカーテンをこう押し開けてくれたり押し閉じてくれるっていうものなんですけど。 でそれだと、まあ、まあ朝こう寝る23時間前とかにタイマーセットして、まあ、自動で開けるようにしとくとなんか結構いい感じに目覚められるので、うん、こう電動の、あのー、カーテンはいいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと新しい家になって、あのー、カーテンじゃなくてロールカーテンにしたいなと思って、うん、まあそれで探してたらこの IKEA の電動ブラインドを見つけて。 で、そう、これ、あれなんですよね。ワイヤレスの電池式のやつなんであの、普通の電動ブラインドとかって、まあ、普通のコンセントとかがいるんで、まあ、なんか壁、そのカーテンレールの横になんかあの電気工事してコンセントつけたりしてとか、結構大掛かりなこと必要になってくるんですけど、まあ、これ、ただあの、レールみたいの あのはめて、まあ、それをカシャってつけるだけであの自分で取り付けもできる DIY で取り付けもできるタイプの,あのロールカーテンなんでかつ2万円ん3万円弱ぐらいで買えるっていう結構、まあ、このロールカーテン電動ロールカーテンにしてはお求めやすいんでおすすめですね、うんうん、あと車高なんで結構真っ暗になるんで それもいいですね、寝室には。うんそう。なんか IKEA、あのトロ、トロードフリっていう、なんかそういう IoT 製品のシリーズ。あ、前ちょうど、あれですね、Figma のカンファレンスでなんか IKEA の、あ ?Figma じゃないか。Apple だっけまあなんかのカンファレンスで IKEA の人が発表してましたけど、うん、なんか IoT 製品結構いろいろ出してて、あの、h u g みたいな電動、あ、 ラ IoT ライトもあれば、うん、でかつなんか物によってはそのヒューと互換性もあるみたいなやつで<ー>まあそれもその意見の IoT シリーズの中の一つの,あのローラーブラインドですね、うん、まあ難点は色がグレー一色しかないっていうところで、まあ、部屋によっては合わないとかあるかもしれないけどそう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  <laughs> そうなんだ まあグレーなら大抵合うけどね。うん、まあ、好みはあそう,そ,うそ,うそう。<でも笑>うん。まあ、あとサイズもなんか何種類かしか、その横幅が何種類かしかないんで、うんまあそれもこう部屋によって合わないとかね。そう,かそうそうそう、あ,<ー>あるかもしれないけど。サイズが少ないのはちょっとあれだな。まあ、でもそんなでも、まあ、言ってもあるか。5パターンぐらいあるんだ。うん。そうそう。まあい、三そうそうね。5パターンぐらいあった。うん、うん うん、こういうのねもっといろいろニトリとかそういうところも出してくれたらいいなと思うんですけど、ね、ああニトリはないんだ電動はなかなかないですねあ、まあ電動はないか、うん、ロールカーテンなのらまあいくらでもあるんですけどはいはい電動車高っていうのは結構レアなんでおすすめですねこれだからなんか部屋人によってはなんかあのあのー プロジェクターのスクリーンとして使う人とかもいるみたいですね。へえー、あそうなんだ、うん。で、第5位は、えー、この間も話したんですけど、うん、アクアのサイドバイサイドの冷蔵庫ですね。ああ、これ。これ、まあ、<laughs> はいはい。やっぱいいっすね。あ,<ー>あの、観音開きになるのが。<laughs> まあ、これ、人選びそうだけどね、だいぶ、なんか。<laughs> うん、人と場所を選ぶのはあるんですけど。<laughs> <laughs> 全部開くんだもんな。すげえよな、これ、本当に。<laughs> そうそうそう。<laughs> 片方全部開くってすげえよな。うん。いや、やっぱね、無駄なものが、無駄な機能がないくていいっていうのもそうだし。まあ、あとやっぱ、なんか見通しよくて <laughs> 便利ですね、これは。まあ、霊気がちょっと逃げやすいっていうデメリットはあるんですけど。<笑><笑>すごいよな、これ、本当に。うん。潔いな <laughs> 冷凍庫大きいのって便利だなって思いましたねこれ買って <laughs> いやまあ,まあまあ便利だけどね冷凍庫大きいのはあの見た目もね結構なんか写真だと若干なんかこうプラスチックな感じで見えてるんですけど実物の方がなんかあの高級感あっていい感じなんですよね、うん、かつこのサイズの冷蔵庫にしては安いっていうのもコスパいいっすねこれはあでもこういうのはあれなんだね欧米だと主流 って書い豪快だな,、うん、なんていうかこうわかる気がするなんかでも欧米だとこれが主流っていうのがなんか、うん、こうね なんかそういう感じあるじゃん、なんかお、お,お上の考え方って、<laughs> なんかこうさ、電車もさ、別になんかこう、誰でも別に無賃乗車できるぐらい解放されてんだけど、そうそうね、なんかもう、そこの設備に投資するよりも、そうした方がもういいだろうみたいな感じで、ーうんうん、ガーンってやっちゃうみたいな、ドーンってやる,、ね、やるみたいな、そういう感じの思想があるよね、うん、なんかこう、うね、ドーンってもう開けば、全部開けばいいじゃんみたいな、なんか。 なんか細かくなんか野菜室がどうのとかなんかチルド室とかいらねえだろうみたいな、うん、そういう思想の冷蔵庫ですね、うん、多分日本だ国内だとこれしかないんじゃないかな多分うん見たことないあ業務,なの業務用ぐらいですねあと、うん、いや業務用でもこんなのないでしょなかなか <laughs> まあねうん、うん、使い勝手悪そうだもんだって <laughs> 正直言うとね <laughs> いやでも意外にねそのペットボトルを立てたまま何本も入れられるとかねはいはいはい、うん、この縦長ってのが便利ですねまあ面白いね面白いのこの冷蔵庫はそう,、まあ、まあそういう豪快でシンプルなのか <laughs> 好きな人はおすすめ <laughs> まあだから横幅を結構取る横幅が多分普通の冷蔵庫よりもちょっと横,がな横に長いんでそ,のそういう意味で場所を選ぶっていう、ええ うん、そうなんですよ若干ねうん、うん、多分企画普通の冷蔵庫の規格よりは横に長いんじゃないかななんで普通の冷蔵庫基準でこう賃貸とかだとよくこう冷蔵庫スペースみたいなのがたまにあったりしますけどそういうやつだと入らないことがあるのかもしれない、うんうん、おすすめですね なんかアクアの冷蔵庫とか、アクアの家電とか買ったことなかったんで大丈夫かなとか思ったんですけど、全然、全然いい感じですね。じゃあ次が第4位。ソニーのワイヤレスネックバンドスピーカーっていう SRS-NB10 っていう型番のイヤホンなんですけど、ヘッドホンというか。まあなんかこれ肩にか、肩に ネックバンドみたいなやつで肩にこう乗せるタイプの,あのスピーカーででまあそのなんだろう肩から音が鳴る感じになるんですけどまあだからまああの音自体は丸聞こ声というか全然オープンエア方式のやつなんで音自体はまあ漏れまくるんですけどまあでもなんかまあ会議用ですねこれはそうそうだから耳が疲れないっていうのが一番メリットで。 かつ電池持ちもいいしマイクもまあ音質めちゃくちゃいいわけじゃないけどまあ AirPods ぐらいの音質なんで僕は結構家の家で会議するときはずっとこれをつけていますね最近う,ーんうんうんかこれまで僕なんか家でイヤホンして AirPods とかして会議するのなんかあんま好きじゃなくて疲れちゃうしあと電池持たないしとかうん かといってなんか大げさなヘッドフォン出すのもなんかまあこういう収録ならいいんだけどなんかなんかやだなあと暑いし蒸れるしと思ってたんだけどと思って普通のあの何て言うの普通のスピーカーで会議してまあいつものこの収録用のマイクで会議してたんだけどやっぱなんか普通のスピーカーだとちょっとなんだろうな声が聞き取りづらかったりとかなんかすることがよくあって、うん。 うんまあとなんか PC からこう離れてなんか水取りに行く時会議中に水取りに行く時とか聞こえないとかまあ当たり前なんだけどっていう時になんかあれだなと思った時にまあこれを知って買ったんですけど、うん、なんかこう会議中に耳が疲れちゃうなみたいな人にはおすすめですね、うん、普通のイヤホンよりはうん、なんか一時期アフターショックス っていうなんか骨伝導のやつああはい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 うんとかも流行っててまあ僕も一時期試したんですけど、うん、なんかあんま合わなくて使うのやめちゃってまあ、なんでちょっと家族いる人とかのね音がめダダ漏れなんで <laughs> 良くないかもしれないですけどそういうの気にならない人はおすすめですねうんそうだね、うん、お手間さん会議の時とかどうしてるんですか普通のイヤホン んーまあその場所によるけど、まあ、大体でも普通にヘッドホンしてるかエアポッ s かが多いんじゃないですかねうん疲れとか気になんないですかなんか僕は結構もう慣れましたねなんか おうん、ヘッドホンも昔僕嫌いだったんですけど、なんか、うん、覆われちゃう感じが、でもなんか、もうその慣れ,慣れちゃいましたね、なんか、まあ、僕はあのそのよくゲームとかやってた時もあったんで、<laughs> めちゃくちゃやってたとき、それでもうなんか慣れちゃったんだよな、結構、ヘッドホンするの、だから僕、普段はヘッドホンし、そのオフィスだったらヘッドホンしてることが多いですよ、もうずっと。お<ー>うん、なんか もう僕もそれ慣れ慣れちゃったっったてていうのがあ,って、ね、まあ僕もオフィス勤務時代はそうだったんですけどなん,かなんとなく一人でいるときにヘッドホンしたくないっていうのとあと荷物が来たときとかに気づかないっていうのがあって一、うん、人でいるとねそれなるべくなんか耳開けときたいなみたいな気持ちがあります、ね、エアポッツプロとかねあ,のあるじゃないですかなんか消音してくれるじゃないですかううん、うん だから、それで気づかないとかね、たまにあったりするから。いや、ありますよね。あえて、あえてその音、音、音取り込みモードみたいなのあるんじゃないですか。はいはい,はいはいはい。それにしてるときとか、まあ、たまにありますからね。あそろそろ来るかもみたいなふうに。わかるわかる。わかる分かる。そこはなんかね、やっぱり、そうなんか、やっぱり音を考えるべきだと思うんだよね、僕は、そのなんか、いや、なんかこれあの、 カームテクノロジーの時にも話したけど、うん、そのやっぱりイヤホンしてるとかっていうシチュエーションもあって、で、それがまあ、大体 PC なり、パソコンなり、そのスマートフォンなりにつながれてるわけだから、多分そっちにうまく通知することによって、気づかせるみたいなことができるんじゃないのかなみたいな話を確か。うん その時もなんかね、洗濯機の音どうするとかエアコンの音どうするとかそういう,うまあもしかしたらなんか宅配の人が来てチャイムをした時の音どうするとかっていうのってもしかしたらそう全部つながってて投稿されててモバイルに通知が来れば気づけるっていう風になるかもしれないしねそうなんか光を検知してなんか <laughs> だろうあのイフトみたいの叩くみたいな、なんかそういうスイッチボットみたいなやつがあったらいいなとか思うことはありますね。だからね、なんかその辺がな、うまく、こうね、今やってるさ、あのホーム、スマートホーム系のなんか、あるじゃん、プロジェクトというかさ、企画。あー、なんだっけ、忘れちゃった。<laughs> ああいうのとかに取り込まれてってうまくこうなんかねいろんなものが連携して数値が届くとかっていうふうにできたらいいんだけどねうん、うん、そうっすねまあそれもあって耳を開けときたいのでこういうのを使ってますねじゃあベスト3なんですけどうん第3位が、まあ、これはなんかまあそれはそうだろうって感じなんですけど LG のフルトラワイド 5K、2K のディスプレイですね。うん、局面ディスプレイですね。うん、はい。うん、まあ、これ高かったんですけど、やっぱ買ってよかったですね。高かったし、なんかもう、うん、あの半導体不足のあれで、4月の予定が届いたのが6月ぐらいだったかな。なんか、7月だったかな。なんか3ヶ月ぐらい待った気がするんですけど、うん、まあでも待っただけあって、いいものでしたね、これは。 やっぱこの 5K、2K、うん、っていうサイズがちょうどよくてなんか曲面ディスプレイって結構こうまあいくつか出てますけどなんかこうなんだろうまだなんだろうなその縦縦の長さもある程度あるっていうのが結構いいなっていうあこれはある方なんだ,ある,だある方ある方ある方うんえっと 5120×2160 かな 5K2K だと今この LG のものか、あと DELL が出数年前に出してるもの、まあ大体2択になってくるんですけど、まあそれに比べるとこっちはなんかあの、まあ値段も両方同じぐらいなんですけど、20万ぐらいなんですけど、まあなんか調光とかもやってくれるんで、ディスプレイの。そういう、でまあデの方はそういうのがなかったりするので、まあ結構、これから買うならこっちの方がいいんじゃないかなっていう感じですね。 うん、で局面もなんかこう局面しててじゃあ例えば UI とか Figma とか使うときどうなのとか思ってたんだけど、まあ、全然別に気になんないし、うん、まあこれも慣れだなって思いましたね局面はまあ言ってもねそんな曲がってないでしょって言うほど、うん、気にしてみれば曲がってるなっていう感じはあるんだけど結局なんか 5K2K 全面フルスクリーンにしてなんかこうウィンドウを広げることってないから まあだからなんていうの曲面の全面を使うことってないからこう正面だけとかの区切っちゃえば別にそんな気にならないっていうか,、うん、か最近はこれ1枚とあとなんかもともと持ってた 4K ディスプレイを縦にしてなんかそれをこうスラックとかを並べとくディスプレイとして使ってますねあ結局でも2枚使ってんだ <laughs> 結局 <laughs> な,なんだろうスラックとかなんだろうな いや、これは僕のなんかこだわりかもしれないんだけど、スラックとかディスコードとかをなんか視界に入れたくないんですよね、なんか。視界に入れたくないけど、出しときたいみたいな。わかります。だから、<laughs> ウィンドウは出しときたい。その曲面の端っこの方に置いとけばいいんじゃないいや、曲面は曲面だから視界に入るんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> このこのわがままな感じ <laughs> なるほどね、うん、そうそう,そうでもさ局面使い切れなくないそんな結構広いじゃんってああでも今とかまさに結構いい使いが使うシーンでなんか今って正面にノーションとか開いてカンペをね出してるんですよね、うん、でちょっと左を見るとあのリバーサイドっていうあの今収録してるやつを出しつつ オーディオハイジャックとかでミュートボタンとかがそこにあるんではい、はい、それも出しつつ <laughs> っていう感じにしてるんででディスコードを右に置き,置きつつみたいな感じにしてるから<ー>そういう時は結構便利ですよ、ねうんまあ、ブラウジングだったら別にいらないけどいや普段そんなあんのかなと思ってまあなくはないか結構ありますよまも普通にまあ普通に僕も2画面使ってて、うん、まあ それなりに画面ワーって使ってる時あるからな仕事で。コード書く時とかも。あのまあ、ね、ブラウザー立ち上げて、うん、プレビューしながらエディターでコード書く時とかも、まあ。ブラウザーとエディターとあとなんかターミナルと、ね、ターミナルとか、うん、そういう感じだもんね。うん、で結構なんていうのブラウザーは広げてこうあの PC 版のレイアウト確認したいとか。 の時とかかって結構広げたいいじゃなでですウウィンドウ幅さらに Chrome の開発者あのペインとか開いてく開いてくと結構、ね、幅取られたりするから結割とやっぱり、うん、横に広いのは便利だなっていうのはありますよ、まあ、ただこのディスプレイ難点としては白しかないっていうのが難点でカラーリング、ね、あ,あそうなんだ、うん、あこれ白しかないんだこれそう 僕ディスプレイあデスク前結構黒で統一してたから、うんうん、こいつだけ結構浮いてるっていうのが悩みではあります。ああ、うんうん、なるほどね。塗るしかないね、じゃあ。うん、だからちょっと最近マス,キンマスキングテープ貼ろうかなって思ってますね。<laughs> <laughs> 塗るのはちょっと怖いじゃないですか <laughs> い。いや、塗ろうよ。そこはもう塗ろうよ。<laughs> う多分カバー外して、れでバーってやっちゃえばいけるから。<laughs> うん、怖いな。マスキングとかして。うん、ちょっといい。 勇気があれば <laughs> それはね <laughs> 高いんで <laughs> いや売ることとか考えちゃうからさ将来 <laughs> いや売れるかもよ黒黒のやつ <laughs> 売れるかも <laughs> <laughs>、うん、いやなんかたまにいるじゃんなんかこうさ黒が好きでさどうしても黒にしたいからなんか染める人ってなんかいるじゃん、うんか <laughs> いるいる,いる <laughs> でそのこだわりのなんかそうユー YouTuber がいたんですけどその人もさすがにマスキングテープを貼ってましたね、うん いやまあ,あ,あそうなんだそうそうマス,マスキングテープ貼るって何なのそのこうバーって黒いテープ貼っていくってことなんか結構ねあのかなり極太のマスキングテープがあるんですよマットの素材のああはいはいはい、うんうん、あんまりますね、うん、そうそうそうそれを貼るっていう人は見かけましたあそれでもさあとついあとっていうかさなんか線が入っちゃうじゃん、うん、うそうね切れ目みたいなそう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 全体にペタって貼れればされいいけど <laughs> いや,いやもちろん塗ることができれば塗るに越したことはないのは間違いないですけど <laughs> 怖いじゃん <laughs> いやーそこは塗ってほしいな染めてほしいなうそうそうあ,あと結構重さがあるんでね普通のディスプレイアームとか使う人は、うん、普通のディスプレイアームだとあの耐荷重的に厳しいっていうのも、まあ、ネックではあります、ねえー、あそうなんだ、うん、ねえ だから僕もこれ,これに耐えられる結構太めのディスプレイアームを買い直しましたね。第2位が、えー、タイムモアのウォータードリップの水出しコーヒーのやつ。うん、で水出しコーヒー好きなんですけどてか、まあ、アイスコーヒーが好きなんですけど普段なんかあの氷で急冷式で作ってたんですけど氷にお湯かけてすぐ、うん、あの冷やすってやつ。 で水足コーヒー作りたいなーと思って夏だし、うん、で水足コーヒーの器具っていろいろあるんですけど結構なんかあのお値段がしたりするんですけど、まあ、これ結構ね5000円ぐらいで買えて見た目も結構良くて使い勝手もシンプルで良い水足コーヒーの器具で,でタイムモアっていう中国だったかなの なんかコーヒー器具メーカーみたいなところがあるんですけど、うん、まあそこのもので結構タイムマー製品まあ均等並みにいろいろ僕も持ってはいる3つぐらいか持ってるんですけどどれもいい感じでまあそれもそのシリーズの一つとしてこの水出しコーヒーのやつがあって結構作っ,作ってみるとなんかあの 水滴,を水滴の速度をコントロールするネジみたいなのがついててうん、うん、<laughs> その調整がちょっと難しかったりするんですけど、はい、まあその塩梅を覚えると、まあ、結構おいしいコーヒーが、まあ、1時間ぐらいかな待てばできるっていうので、おすすめですね、ハイスコーヒー好きな人には。であとこれもあの入れた状態で冷蔵庫,でひ冷蔵庫の,あのペットボトルの置くところに。あの 置けるっていう、まあ、ちょうどいいううちょどサイズ感なんで、うん、まあだから水出しコーヒー入れてる間に結構ぬるくなったりとか <laughs> この季節だとするんだけど、まあ、これ冷蔵庫に入れながら水出しコーヒー作れるっていうのでおすすめですね。これあれなんだねそのちゃんとドリップするやつなんだね。こう、うん 僕もなんか一応持ってるんだけど、そのなんだろう水出し用のポットみたいなのなんか僕持ってるやつって、でもあのハリオのやつで、あずっとつけとくやつなんですよね。わかるわかる。か僕もこれの前はそれ使ってました、うん。でもなんか多分ドリップした方がちゃんとおいしいやつができるんですよ。うん、まあ、だからこれはそれなんですね、うん、そのそうそうそう,そう,そうなんかポタポタ水を垂らして落としていくっていうやつなんですね。うん、うんそう。僕もハリオのそれ前使ってて。 そんな味変わるのかなと思ってたんですけどやっぱ全然違いますねうんまあ違うだろうねやっぱり、うんまあ、ハリウッドのやつも楽でいいんですけど結構なんか濃さの調整がむずいなって、うん、<笑><笑>思ってああ濃さ濃さはまあ濃さもあるかもしれないけどなんかずっとつけとくとやっぱりどうしてもえぐみとか出てきちゃうんでそう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 なんかいい感じのところで取り出さないといけないんだよね、うん はい、そのいい感じが結構8時間とかかかるから忘れて入れっぱなしにしてみたいな <laughs>、うん、まあ大体ね夜入れておいて朝もうできてるみたいな感じで飲むことが多分多いと思うけどね、うん、そうそうそうまあでもこれは確かになんか1時間でできるんだ1時間2時間ぐらいかなでそのソフトにもよるんだけどできるのででそれで、ね、まあ23倍ぐらいは飲めるから うん結構いいっすねはいで最後が第1位が、まあ、これはちょっと僕さっきのストレートネックの話なんですけど <laughs>、うん、あの西川枕メーカーの西川のエア 4D っていう枕ですね、うん、でそのストレートネック、ね、がなんか今年入って特に引っ越してからさらにひどくなってほ<う>なんかもう本当マッサージって たた次の日もすでにもう凝り始めるみたいななんかもうやばいな,<ー>なんかなんか取り憑かれてんのかなっていうふうに思ってたんですけど <laughs>、はあ、まあいろんなもん壊れるし、うん、そうね <laughs>、うん、<laughs> そうそれもあったから本当本当にお祓い行った方がいいのかなって思ってたんだけど、うん、そこでちょっと枕を変えてみたんですよしかもこれ2万円ぐらいして、うん、あたっけえ枕だなと思って、うん、しかも枕って結構合う合わないが 試しづららいから、うん、ネットでどうかなと思ってたところこの枕はなんか調整できるんですよね高さを2段階ぐらいそう、えー、調整できてでさらにこうなんていうのかな枕が左真ん中右っていう3分割であの調整ができるんですよね高さだから左右なんか僕結、ね、最初寝始めるとき横になって寝ることが多いんですけど、うん、で寝てる でね、多分、ね、あの本格的に寝るとあの上向きで寝るんですけどでそうすると横向きになって寝るときって肩がこう,こう入るんでちょっと枕の高さが高くなってほしいんですよね。で逆に上向きのときはそれよりもちょっと下がってほしいみたいな、まあ、そういうときにその枕が3分割で調整できるんで真ん中だけ低めにしといて左右だけちょっと高くしとくみたいな調整が。 でできるっていいう枕でういやもうこれに変えてから一気にストレートネックがストレートネックっていうかその首の張りがなくなってよくなりましたねさっきの<ー>マッサージガンを使う頻度も下がりましたねこれに変えたことによっていや僕もなんかな最近枕欲しいなっていうのはあったんだよないや高級枕マジでいいですようん,うんまあそうだよね 枕に2万円かって思ってたんですけどこれは買ってよかった本当にいや全然いいでしょう2万円ぐらいだったら全然出せるわいや僕の前の枕も、うん、まあ1万円ぐらいの、まあ、そこそこいい枕だったんですけどなんか5年ぐらい使ってたからなのか多分へたってきてあの低反発に使ってたんですけど、うん、はい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 、はい、多分それでなんか枕の高さが合わなくなって首に負荷がかかって ストレートネックが悪化してたのかななっていう自己分析なんですけど、うん、いや僕もなんか最近最近というかもうずっとなんか抱き枕みたいな低反発の抱き枕みたいなやつを<う>だからすごいなんか棒みたいなやつなんですよ。<ー>それをずっと使って寝て、まあ、で抱いてる時もあるし、うん、抱いて寝,る寝れる時もあるしそのちょうど抱いてもその首のところまで来る長さなんで、うん、結構でかいんですけど。うんうん そういう感じもあるし、まあ、横にバーンってやれば、まあ、こうゴロゴロしてもずっと枕があるみたいな感じなんで、うん、なんかそれで使ってたんですけどもだいぶ最近へたってきてて、うん、ちょっとさすがになんか買い替えようかなって思ってたんで、ね、うんまあ Air4D もこの Air4D もフレタン系の低反発なのかなだから、うん、まあ数年使ったらまたへたるのかもしれないけど、うんうん、これはその高さ調節できるってのはやっぱいいっすね 首にちゃんとフィットするようにするとストレートネック的には良いということが実感できましたいいな枕欲しいな枕欲しいなって言いながら僕最近なんか大体ソファーで寝てる気がするけどああそれねわ <laughs> かりますよソファーで寝てなんか3時か4時ぐらいに起きてベッドに行くっていうわかるわかるそういうの多いんだよなわ <laughs>、うん、かるわかるなんかもう何回かそのもう いいやと思ってソファで寝ることあるんだけど、やっぱりソファよりもちゃんとベッドに寝た方がやっぱり疲れ取れるんだよね。当たり前なんだけど。<laughs> そ,うん、それはそう <laughs> そ。そこでね、高級枕ですよ。うん、それはまあいいと思う、ね。マッサージとかマッサージガンとか買う前に枕だったっていうのが <laughs> 今年の前半の学びです、うんいや。そういうのあるよね。やっぱり椅子とかもね、うん、大事じゃん。なんかそうそうそう,そうそ、ね。どういうのに座るかって。 うん、そう、本当、この Air4D には救われましたね。本当、ほんと春先、本当、お祓い行こうかなと思ってましたもん。うん、お祓いも行った方がいいと思う多分<笑><笑>まあ、ね、いろんなもん壊れるからね。<笑><笑>そうそうそう。行った方がいいと思う。はい、という、僕のベスト10でした。<laughs> なるほどね。 なんか、も元まさんは買ってよかったものありますか上半期。<laughs> いやー、僕もさ、ちょっと見てたんですよ。あこれなんか、これ話すのかなと思ってたから。うん、何買ったっけなと思って、見てたんですけど、ことおとく本しか買ってなかったんだよね。うん、<laughs> 本は30冊ぐらい多分買ってんだけど。そうなんだ。うん、なんか結構ガジェット買ってるイメージでしたけど、昔。でも最近ガジェット買ってない。あ、そうなんだ。 あのもちろん、なんか必要で、なポータブル SSD 買うとか、そういうのはあるけど、それ以外ね、ほとんどか、ほぼ買ってないんだよね、最近も。昔はね、うん、よくそう GoPro だとかさ、なんかね、うん、あの、え、リコーのやつとか、360度カメラとか、よく買ってたんだけど。うん、またなんか、でっかい充電器とか、<laughs> なんか、すげえ細いリュックとか、<laughs> なんか、結構変わったもの買ってましたよね <laughs> あ。でも、あの辺は、だからもう、それがあるから、 買わなくて済んじゃって、うん、もうだからずっと。<laughs> はいはい。だから、もうなんか最近、だからそういうガジェット類買ってないんだよね、本当に、うん。まあ、環境が定まっちゃうと買わなくなりますよね。僕も引っ越したからいろいろこう。あ、うん、あ、そう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 。だから僕も、うん、もしかしたら引っ越したらもうちょっと。 ちょっと新しくしようかなみたいなあるかもしれないけど今ちょっと引っ越そうとしてるみたいな段階っていうのもあるから、うん、まあそれもあって多分買ってないっていうのはあるんだろうけどでもなことごとくほんと本当ト本かボードゲームしか買ってなかったなんか a z o n 見たら <laughs> <laughs> じゃあちょっと下半期はなんか <laughs> ベストバイを教えてくださいいやあるかな Amazon 側と眺めてて なんかめちゃくちゃ上半期いろいろ買ったなって思いましたねやっぱ引っ越しをしたからうあまあそうね引っ越しした時はね僕も結構いろいろ買ったりとかしてたもんなまあちなみに真の1位はサウナストーブなんですけどねミサコリブリっていうサウナストーブ、ね、<laughs> でもねいやこれマジで本当に買ってよかったと本当に思ってます <laughs> いやサウナを作りたい人にはこのミサのサウナストーブおすすめ一番おすすめできるかなっう 僕は思ってるので、うんはい、ちょっとこのノート書こうかなと思ってるので、ぜひ。<laughs> <laughs> あ僕、だからベストバイやるとしたらもう本のベストバイするしかないぐらい本しかってない。まあ、本当にいいじゃないですか。<laughs> <laughs> でもなんか大体いい本はもう、ポッドキャストで話してんだよね。ベストは何なんですかこ,この上半期のベスト。上半期。<上>うん。どれだろう いや、いい本いっぱいあったもんな。うん、ブルーノ・ムナーリも良かったしな。うん、うん、ブルーノ・ムナーリ良かったっすね。あたしあ、あれね、あの、Web3 特集、あれの、あの、ああ、ワイヤードのね。そうそう、ワイヤードの Web3 特集もよくて、僕なんか2、3回読んだけど、確か。うん、まあ、あれも良かったしな。確かにね、うん、あれ良かったよな。あ、あとな、あれだ、建築知識っていう。 出口がちょっと進めた雑誌もちょっと買っ,たりああっていうか、かポッドキャストで取り上げてなかったけど、僕も買いましたよ、建築知識の。うん、えっと、5月号か。うん、なんかあの、い,い,ね、いろんな建築のホテルとか銭湯とか、そういうのがどうなってるのかみたいなのを図解してあるっていう特集のね。うん、そ,うそ,うそうそうそう。うん、これ、面白いっすよね。面白い。これでなかなかいい雑誌だなと思いましたね。うん、なんか本当に なんか例えばカフェとかのこうよくある机の寸法がどうとかキッチンの寸法がどうとか本屋の本棚の寸法がどうとかそういうのが書いてあるんですよねそうそうそうでも今年はでもそあれ今年でもそんなもんなのかよかった本 <laughs> いや他にも良い本いっぱいあるけどよかったのその辺かな Web3 の w i r e ドのやつは確かに 良、うん、か、あれなんかあの炎上してた Web3 の本より全然入門としていいと思うから。いやそうそうそう。全然いい。あれは本当に。うん、あれは Web3 気になってる方はおすすめですね。Wired の Web3 特集。うん、多分バックナンバーで買えると思うから。買えると思うけどね、まだ。最近またでもね、面白そうな本買ったんだよな、そういえば。うん、なんか 地の生態学の冒険シリーズっていうのがあって、ね、またヘビーそうな <laughs> <laughs> これね面白そうなんですよなんかまたヘビーそうなんかね 87?JJ <え> <73? S 2> ギブソンのやつですかあそうそうそう JJ ギブソンの継承ってやつですね<おー> <laughs> <laughs> 俺のねちょっととりあえず僕2冊ぐらい買ってみたんですけど <laughs> 事故と他者ってやつとかアホーだっ,つってやつとか またヘビーそうな。アフォダンスじゃか <laughs> メディアとしての身体みたいなやつとかね。面白そうだよね、<ー>これ。え、アフォーダンスの原点ってことあの、ノーマンの、<ホ>ノーマンに影響を与えたやつあ,やあ、そう、あ、そうだったっけな。なんかアフォーダンス、そんなイメージでしたけど。うんうん、ギブソン、え、確しギブソンのアフォーダンスをもとに UI に適用したのがノーマンじゃなくて。ああ、そう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 、そうだった気がする。うん、そうっすよね。 いやこれちょっと面白そうなんで面白かったらちょっと全部買おうかなと思ってるんだよね <laughs> じゃあちょっとまたあのヘビーなポッドキャストが始まるかもしれないですがいやで全然ヘビーじゃないでしょこれは割とでもデザイン系、ねねまあね、デザインど真ん中のねそうね,そんなね哲学の難しい話みたいなさそんな話じゃないと思うからう、ね、割と面白いと思うんだけどモテヤマさんっぽくていいですね <laughs> メディアとしての身体とか面白そうだよなやっぱり <laughs> 言葉だけで面白そう確かになんか今目次見てましたけど、うん、外科とはとかなんかいろいろそういうのもあって面白そうですねああそう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 アフォーダンス第9巻なんだ一番最後なんだたど <laughs> り着くまでが結構長いっすねでこれがね最近買ってよかったじゃなくて買って楽しみなものですね今うんじゃあ予告ということで <laughs> <laughs> いや,やるか分かんないけどねちょっとあ全部買ったんですか ?9 巻。いやいや、まあ全部買ってはい,いないですよ。たぶんあれ ?TJGIVESON の継承って9巻まで出てるんだ今。Amazon だと7巻までしか出てないけど、まだ発売してないとかなのかな,発売してのかなあ、ほんだ。発売してないみたいです。7巻までしかまだ。 第9巻がアフォーダンスでそれが2020年9月に発売だってそうん、面白そうですね、うん、これちょっとだからそれまでに読まないといけないですね <laughs> 7巻 <laughs> うんじゃあとりあえず僕は9巻から読もうかな <laughs> 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 でも9巻の目次見たらまさにあの、うん、アフォーダンスとディドン・ノーマンによるソーシャル・シグニファイアっていう書類ですああ<ー>はいはいはい、はいうん、そうだねこれ楽しみ楽しみにしてる最近読みたい 読みたい本でもいっぱいあるんで、まだいっぱい、まだ。僕が最近買ったやつ、うん、<laughs> じゃ多分それもまたそのうちなんか紹介するかもしれないけど。うん。だからなか、なんか、早くこれを読むとこまで行きたいな。<laughs> じゃあ、<laughs> あ今日はたこですか,、ね、ところかはい。 リサイズヘイムへのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイズヘイムで Twitter につぶやくかショーノートによるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますのでどしどしいただければと思いますリサイズヘイムは毎週金曜日に配信しています Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてくださいということで今回はここまでまた次回お会いしましょうさようならさようなら